起点は宇宙科学研究所が1990年1月24日に鹿児島県内野浦の宇宙空間観測所から M-3SII-5 ロケットによって打ち上げた光学実験衛星である。孫衛星の羽衣を装着しており後に分離している。少し先を見据えた光学ミッションの実験機である。 MUSES シリーズは計画段階において3種類の候補が検討されていたが当時はジオテイルのミッションが控えていることが重視されスイングバイ実験機として月や惑星探査などに必要な機動制御技術を習得するために使われることが決定した他の2つの候補はランデブードッキング実験機と電気推進実験機だったが後者は後に MUSESC で採用されることになる。飛点が行った月スイングバイは単純なスイングバイではなく、近地点から月を経由し月の外に向かうスイングバイで、遠地点高度と遠地点方向を制御し、遠地点から月を経由して地球に帰るスイングバイで、次回月スイングバイの決め手となる、近地点の高度と方向を制御することを繰り返すという、遠地点近地点の往復間で月スイングバイを、 経由し、軌道をどんどん変えていく、20月スイングバイであった。このスイングバイは、非常に高度な技術であり、今のところ、日本の探査機でしか行われていない。また、地球の大気を利用して、近地点での減速を行うエアロブレーキングの実験にも使われた。その他、宇宙人の観測機器や、天体を観測して、時期の姿勢や、軌道の情報を知るための、 光学広報センサ実験装置なども備えているほか、新しいデータ送信や処理の実験も行われた。打ち上げ後、1990年3月19日に月を利用した最初のスイングバイを行い、孫衛星はゴロモを分離して月の周回軌道に投入した。装置の故障で軌道投入の確認ができなかったが、周回軌道に乗るときのロケットの光を、 国立天文台基礎観測所が捉えたことで成功したと推定されている。その後1991年10月にかけて加減速を伴うスイングバイを合計10回行っている。5回目のスイングバイでは後のジオテイルと同様の高度135万キロメートルに一時停留する軌道に試験的に投入された。百九十一年三月には世界初の試みとして 地球大気を使って減速式軌道を変更するエアロブレーキの実験を2回行った。さらに追加ミッションとして、非常に少ない燃料で月周回軌道に到達できる航路を実証するため、9回目のスイングバイで一旦地球から153万 km まで離れ、地球引力圏の境界付近に到達した。そこで太陽からの引力を利用して、近地点高度を上昇させ、 10回目のスイングバイで月の光転軌道に近い軌道に乗った。この後飛天は1992年2月15日に11回目の月接近で月の周回軌道に入った後、1993年4月10日に月のステビヌスクレーターとフレネリウスクレーターの間に衝突させ、計画は終了した。 起点の運用によって得られた技術は、この後打ち上げられた、磁気圏観測衛星、ジオテイル、火星探査機のぞみ、光学実験探査機はやぶさ等の運用に活かされている。MUSES シリーズは、基本的に光学実験機であるが、科学衛星として、宇宙探査にも活用されている。起点は、ミュンヘン工科大学との共同ミッションである、 宇宙人カウンターが搭載されたいわば惑星間、空間探査機でもあり、地球月間とその周辺の宇宙空間を多様な軌道で航行しながら宇宙人の分布を観測した。起点の宇宙人カウンターは、ミュンヘンの名を取ったミュンヘンダストカウンターと呼ばれるもので、MDC と略される。なお火星探査機の望みのダスト計測機も MDC であるが、こちらはマーズダストカウンターの略である。 追加ミッションでは月光転軌道において月と地球とのラグラン重点 L4、L5 の周囲を通過したため、トロヤ衛星に相当する星間人の発見が期待されたが、優位なダスト増加は特に見られなかった。視点での調査は回数が少ないため最終的な結論ではないとされたが、もともとコーディレフスキー雲のような例を見ても観測成功例が少なく、 その存在が疑われている。飛天羽衣は、ベソ以外の宇宙機としては、初の月周回機であり、月探査機とみなされることがある。飛天は月スイングバイや月周回軌道投入の、ガツミッションをこなしながら月周辺の宇宙人を観測したほか、解像度は低いが光学広報センサーを用いて、月面の写真も撮影した。最後の月面落下も、 意図的に地球から見える場所で行われ、衝突の様子が地球上から観測された。しかし非典では月の探査らしい探査をほとんど言っていないため、後年の家具屋は日本初の本格的ガツ探査機ないしは日本初の大型ガツ探査機などとして報道された。計画初期には光学実験衛星シリーズの名称として、スターという仮のシリーズ名も用いられ、初号機の歌唱は スター A であったが、最終的には、野村民谷所長の提案で MUSES というシリーズ名に決まった。シリーズ初号機である MUSESA には、音楽の神でもある MUSES に近い東洋の概念として、秘天の愛称が与えられた。なお、秘天は、セレスティアルメイデンという公式 A 名が命名されている。また、海外の宇宙関係のウェブサイトなどでは、孫衛星の 羽衣は、メイデンズローブ、エンジェルズローブなどと紹介されている。なお、スター計画の名は、その後着差で、アジア太平洋地域のための衛星技術計画プログラムとして用いられている。科学衛星と探査機について、よくある質問。アイセス2016年8月11日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2016年6月10日閲覧。ミッション関連後継機。 後続期、ありがとうございます。